GCN ジャパンのプロバイク紹介へようこそ。今回はツールドフランスの会場で撮影されたアンテルマルシェワンティゴペールマテリオ所属ゲオルク・ツェマーマン選手のバイクを見ていきましょう。ゲオルク・ツェマーマン選手はドイツ生まれの24歳、 CCC チームで2019年にワールドツアーチームにデビューし、2021年アンテルマルシェワンティゴペールマテリオへ移籍し、その年のツールドランでステージ優勝を取りました。現在開催されているツールドフランスにはゼッケンナンバー128番で出場しています。ツェマーマンが乗るバイクはドイツのブランドキューブのエアロロードフレームライトニング TE、 TE はチームエディションの略です。コンポーネントはシマノの新型のリュライスを主に使いますが、機材供給の関係からクランクセットは旧型のものを使います。リアのスプロケットは11-32、フロントのギアは54-42、クランク長は 172.5mm、 シマノのパワーメーターが内蔵されています。リレーラーハンガーはダイレクトマウントタイプで、リアリレーラーにはデンマークの企業セラミックスピードのビッグプーディーが取り付けられていますが、クランクセットも非推奨の組み合わせなので、これでもノントラブルなのか気になるところです。チェーンはよく見てみると白いものがついていますが、これはセラミックスピードのワックスコーティングが施されていて、駆動抵抗の削減に役立ちます。ペダルはルックケオブレードカーボンセラミック。足回りを見ていきましょう。ホイールはドイツのパーツブランドニューマンのアドバンスト SL R50 ストリーム、リムハイトは 50mm、 タイヤはチューブレスコンチネンタルグランプリ 5000 STR、 タイヤの幅は 25mm、 ドイツ製品率が高いバイクに仕上がっていますね。ディスクローターはフロントもリアも 140mm、 スルーアクセルはニューマンのものを使います。コックピット周りを見ていきましょう。ステムハンドルは一体型キューブ純正の ICR エアロコックピットシステム、ステムの長さは 140mm、ブラケットの幅はセンターセンターが 360mm で、下半の部分で 390mm になります。サイクルコンピューターはブライトン、ごついステムの幅とサイクルコンピューターの幅がぴったりと合っているのが見ていて気持ちがいいです。バーテープはプロロゴ、チームキットに合わせられたカラーをチョイスしています。サドルはプロロゴリメンション NACK、 サドルの幅は 143mm、ボトルケージはエリートビコカーボン、ボトルもエリートで軍隊調のフォントで書かれたビアデザミはチームスポンサーであるベルギービール、遊び心でアルコール度数が書かれていますが、調べたところノンアルコールビールも販売しているので、そのプロモーションも兼ねているかもしれません。ちなみに日本でも買えます。ポジションを見ていきましょう。身長181センチのツェマーマンのフレームサイズは56、サドル高は 754mm、 サドル先端からハンドル先端まで 635mm。 今回は珍しくキューブのバイクをご紹介しましたが、もしキューブのバイクに乗っているという方がいらっしゃいましたら、コメントで感想を教えてください。最後にホイールのラチェット音を聞いてお別れです。さようなら。